わけないや。何がというわけないや。なんで猫一匹生かしたんや。あんたそんなことはどこだったんか。ああもう、あんたについていこうと思ったら自分のどっちで情けないわ。おお奥さん。アメリカ生まれじゃなかったんですか。アメリカ生まれやねんけど関西で包丁されたんや。うち国長やさかい。さっきまで標準語やったのに気取ってただけか。あんたアホやな。イメージっちゅうもんがあるやろ。最前も言ったけど国長やさかい。イメージネーションがあるやん。あーこんな時猫やったらにゃーってイメージネーションの意味分かっておけてにゃーってツッコミはるのに。そんなにニャーニャー言ってなかったけどな。なんでカッコして一匹で行ってしもたんや。もう僕も全然行くなんて見てくさいですよね。みんなになると決心が鈍るとあ鈍ったらよかったよ。ぐらぐら気持ちが揺らいだらよかったんや。ほんなら一匹で行ってやるなんてそんなアホなこと。俺の力が足りずにすまん。いやすまない自分だけ動こうとする。もっと周りを頼ってくれへんの。そう桃太郎に言ってたのに、俺らに相談もなしに猫だけ先に行くなんてずるいよな。そうですよね。俺も人間界に降りて猫の手助けしようかな。俺な、人間界には美濃や一行に親戚がおんねん。ああ、僕も人間界には親戚が世界中にいます。サムスさんはよくは猫さんの役に立てると思うな。おい、ケンカケンカ。何やるの？正解の理由にはいっぱい。俺の猫はダメじゃん。ちょっとだったら。猫の気持ちを弱にするようなこと言いないな。うちら三匹は桃太郎さんと一緒に行動する気ないやんか。っていうか桃太郎さんだよな。修行してもらわなあかんしな。そうや。桃太郎さん、早くこのことを岬にいる王道たちに伝えな。王道たち。乗り込んできてもらって。そうですよ、乗り込んできてが最後、戦いを止めることができなくなります。そんなことになったらえらいこっちゃから戻るぜ。っていうか桃太郎様、指揮をどうぞ。なんかさせられてる感がちりやけど、まあいいか。猫山は必ずみんなに会えると信じて人間界に降りた。エンマたちも自らの思いを追って我ら桃太郎たちの加勢してくれることも分かった。お前たちはうがいない俺やけど、お前たちの力を貸してくれ。はい。人間界に早くハッピーエンドを見せたらとな。おう、皆さんちょっとね、西口すぐには出れなかったと思いますが、どうなるのか。
ました。本日はどうも